ご視聴いただきましてありがとうございます。東京のヘビです。1年ぶりに西部開拓時代に帰ってまいりました。レッドデッドオンライン、こちらをまた楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、こちらレッドデッドオンライン、なぜ続きを出すまでに1年かかってしまったかと言いますと、ちょうどこの実況シリーズが始まったタイミングで私の環境が PS4 から PS5 に移行したんですね。セーブデータだなんだだとバタバタしておりまして、そしてそのタイミングで新しい実況シリーズだなんだと、こういったことがいっぱい重なってしまったので、なかなかこの実況シリーズの続きを取ることができなかったんですね。裏では正直遊んでいたんですけどね。ただ徐々にレッドデッドオンラインのことを忘れてんじゃないのかヘビと言われまして、いやいやいや、忘れるわけないじゃないですかとね。私生まれてから一度も何も忘れたことありませんからね。なのでしっかりやりますよということは言っていたんですけども、今回やっと開始することができました。いや、久しぶりに帰ってきたんですけど最高ですね。この空気感、これが何とも言えないですね。このゲームのオープンワールドは久しぶりすぎて、正直な話操作感が全然わからないんですよ。開始したタイミングでは馬に乗ることすらできずに、間違えてうちの相棒バウンティーハンターちゃんを殴ってしまいましたからね。なのでまず賞金稼ぎで操作感の方を取り戻していきたいと思います。この子です。この子が2代目相棒バウンティーハンターちゃんです。よし、行くぞってね、ね、こうやってね、すぐ降りちゃうんですけどね。よーし、行くぞ、頑張るぞ。今回の賞金首はなんと列車で移動してるそうです。なので私たちもちょっと線路の上なんですけどね、このまま急ぎたいんですけれども、果たしてハンターちゃんで列車に追いつくことはできるんでしょうか。いましたね、あの列車に乗っているようです。今回の目標は女性ということなので殺傷はしません。どんな悪人でも女性は撃てませんからね。私はただ悪人を許すことはできませんので、しっかりと生け捕りにして罪を償ってもらいましょう。危な、よし行くぜ。列車には乗り込みました。早速ターゲットを捕まえたいんですけど、まずこの周りのね、手下たちを倒したい。まずはこいつを、よし、あれ、悪人を許すつもりはないんだよ。この列車に乗っているやつは全員私が捕まえる。ダメだ、隠れてしまって撃てないので、ここはダイナマイトでね、外したか。でも一回、あ、ちょっと待っ、はい、戻ってまいりましたけども、これ列車に追い、ん、何か踏んだぞ。ボスが捨てられてる。なんて薄情な奴らなんだ。仕方がない、私が責任を持って、よいしょ、彼女を届けましょう。さあ、囚人馬車に行きますよ。お、もうここにいるじゃないか。Soul is downstairs heating up already. And this is for you. さあ、続きましてはですね、オンラインのミッションの方をやっていきたいと思います。Look who it is. All right. This is embarrassing.If I can't deal with a bear, you might ask, what business do I have living out here in the wild? And you'd be right to put that question to me. Now, I never claimed to be no smart man, so excuse me if I ain't clever enough to figure out when this place has got me beat.
So if you just help me with the grizzly, so I can keep on living out here until some even bigger beast comes along, proves to be my better. You'll find it up near Katora Springs. And get a trophy off it for me. Good luck. And thanks. クマ、クマか。メタルギアでもゴースト・オブ・ツシマでもクマは危険ですからね。ただその2つのゲームよりも正直このレッド・デッド・オンラインのクマの方が危険ですので慎重に行きましょう。あったあった、クマの気配をたどったら痕跡ありましたよ。これなんだこれ、うわ、白骨か、骨ですね。最近までクマがここにいたようだ。私も気をつけないと同じ運命をたどりますよ。え、何かいる？なんだ？え？これは完全に襲われてますね。最近までクマがここにいたようだ。ああ。物音を調べろ。もういますよ。この近くにクマが。油断できないですね。一撃でも攻撃を食らえばもうアウトですから。こっからは本当に慎重に行きましょう。いました。あ、ちょっとちょっと、これ緊急回避、緊急回避のやり方を学んできました。これで完璧です。よし、 OK。ではこのクマの皮を剥いて依頼人に届けましょうか。はい、それではまた次回この西部開拓時代で生活していきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。少しでも面白かった、暇つぶしになった、そう思っていただいた方はチャンネル登録、高評価するかはお任せいたしますので、ぜひとも東京の蛇の動画をもう一本ご視聴いただけると嬉しいです。それでは次回また別の動画でお会いいたしましょう。